ゆずる破山は兵庫県の淡路島南部をほぼ東西に連なるゆずる破山地の西部にある標高607.9メートルの山である。ゆずる破山地の最高峰である淡路島の最高峰でもある。南淡路市の神代浦壁、北は万位田南、な田総川の境界に位置する。一等三角点設置。柏原山、崎山と共に淡路山山の数峰。 古名に、譲り葉山とも。三名は、譲り葉が多く見られることから、また、この山に雲落をなす、昭洋寺が春から夏にかけて葉を更新していく様から、名付けられたとされる。紀伊水道に浮かぶ主島との間を通る、中央構造線の北側にあたり、大石岩である白秋の泉総群の砂岩、歴岩などで成り立っている。南斜面は、断層崖となっているため休憩者で、 海岸線まで落ち込んでいる。これに対して、東西の尾根は、起伏が少なく穏やかに伸びている。瀬戸内海式気候に含まれる、ゆずる波山一帯は温暖で、冬季に雨が少なく、北側山麓には灌溉用のゆずる波ダム、牛内ダム、大日川ダムがある。瀬戸内海国立公園に属し、山頂一帯のゆずる波神社の車窓林は、 国立公園の特別地域に指定されている。商用樹林が広がり、標高450メートルあたりから上の赤菓子の極総林は県内一と言われ、1974年に兵庫県指定天然記念物に指定されている。また、南側斜面には水泉が約7ヘクタールにわたって自生していて、奈良黒岩水線橋として例年12月下旬から、 観光客を集めている。哺乳類では、日本鹿、イノシシ、日本ザルタヌキなどが生息している。ゆずるは神社山頂の南側約400メートルに鎮座するゆずるは神社は、創建が開花天皇の知性と伝えられる古社である。祭人は、イザナミノソン早玉男命、ことかい男命。三角天のある山頂は、ゆずるは神社のお旅所で、 毎年4月第2土曜日に行われる春の例大祭には、御しが上がる。自然崇拝に始まったとみられる、ゆずる浜入りは、平安時代になると、主限道の一大道場として、流星を誇った。長官元年に書かれた、長官官門の、熊野権現五水弱縁起伝によると、熊野神は、栄彦さんから、石槌さん、ゆずる波さんを経て、熊野神宮、 神倉の峰へ渡られたとされる。一帯に二十八堺の画乱が立ち並び、熊野権現、元宮、熊野本宮と称えられて京の都にまでその名が聞こえた。枕の宗子にも、峰は譲るわの峰、阿弥陀の峰、いやだ高の峰とある。しかし、交渉二年に戦乱で全山が消失。天文年間に、三坂藩主の助力で十八堺を再建したが、 天文18年6月9日に石川木伊の乱で再び消失。最高の望みがないため資料を後世へ伝えるべく天文21年、三正かの乗倉ら,らが各社堂、神仏を秘跡に刻んで残した。これらの秘跡が奥宮、十二所神社に安置されている。その後、女王年間に徳島藩主の八塚氏により本殿、 拝殿などが再建されたが、明治初年の神仏分離令によって衰退した。参道である、譲り八古道は、表参道が一の鳥居のあるだ黒岩から十八丁。裏参道が、神代、裏壁、合衆市内から三十丁。一丁ごとに、町目地蔵が安置されている。また古道から発掘された長石は県務元年名で、在名長石として、喧嘩最古のものである。 また車窓林の原生林には前述の赤菓子の他にタブノキの群落も見られる。名前の読みのルイジー性からフィギュアスケート選手、羽生譲るのファンの聖地の一つともされている。2014年のソチ五輪で金メダルを獲得した直後から神社の存在がファンの間で話題になったと宮司が言った。通行時及び送迎に関しては譲る派神社アクセス。 送迎のご案内を参考されたい。南北どちらからも、尾根までに急登がある。南北どちらも境外道路で、中型自動車以上は通行できない。また、小石程度の落石もある。ゆずる派神社前の駐車場から山頂までは、ゆずる派古道で約400メートル。ありがとうございます。